よし、 X0 よし出た、こっき来たきたきた、エリンいるぞ。原初の力をエリンから盗む、そうか、盗みますか。こっちに来てゲレット、最後の秘密を教えてあげる。盗もう、よし。スパークしてる。まあ、セーブできない。どういうことこれ。スパーク。あ、死んだ。なんかよくわからん。時のアロこれついたらダメなのかな。あんなもんどうやってやるんだよ。耐えられないんだね。やばいな。うわ、来た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 。そうやな、背後を取ってやらないといけないのか。これは厳しいぞ。あ、あった、かけら、やった。あ、そういうことか。さっと取る、さ、オッケー。アウチ。ライフ欲しいな。これでもう最初に食らうからな、絶対。絶対食らうからな。まあでも1個目の原子は取れそうだな。よし、これは取れそうだから。あ、そうか、後ろ向いててもダメだ。でもあれを取ってからのことを考えてないけど。ああ、落ちた。うわー、むずい。まあ、セーフティーゾーンだな。あれ？今何にやられた？おお。そうかい。これ結構無理ゲー。先に。まあ、先にやっぱりこっちかな。どっちなんだろうな、正解が。正解がわからない。引き返すっていう方法なのかな。そうしようか。こっちに行って、こっちに。あ、しまった。落ちちゃった。うわ、めっちゃいる。今めっちゃいた。今明らかにめっちゃいた。しかも2つ目あった。あれ、取れない。力を感じる。で、あと登ってポンか。登ってポンは難しいな。どっちかに登らないといけないのか。フラッシュボムとか効くのかな。超過炉、超過炉絶対効かないよな。どうしようかな。出てきなさい。うわあ、危ねえ。これ
もいけないな。こっちかな。登りたいな。こっちから登れないのかな。登れないか。またこっち来ちゃった。こっち来たらダメなのにこっち来ちゃう。厳しいな。ちょっとアロー打ってみようか一回。また効かないな。いや分かってるんですよ。分かってるんですけど一応やってみたんです。あっちに行かないといけない。どうやって行くんだこれ。せめてこっから登れたらな。挑むしかないか。もう挑むしかないな。こっちから行くか。ここセーフティーゾーンだからな。さあ失敗できないぞ。うわここ届くのかい。きついな。よしよしよし。取れない取れない。なんでなんでなんで取れないんだ。うわーせっかく行ったのになんで取れなかったのか。なんで X が出ない。ここは分かるんだよな。あしまった。助かった。あー遅かった。ここで落ちないといけない。出てきなさいポン。こっちか。もう一回待とうか。もう一回待とう。よし来た来た。出て出て出て。 X 出て X 出て。 X が出ない。なんで。なんで出ない。 X 詐欺だ詐欺。うわめっちゃいる。今びっくりした。触れたのか。むずいなこれ。あそこで X さえ聞けばいけるんだが。ここまではもういいんだ。よくねよくね。もう何回やり直すんだ。これは集中力が切れる前に行きたい。この辺で行っておきたい。命大事に。ドラクエで言ったら AI は命大事だ。よし。もうなんかパターン化してきたけど、あとは自分のテクニック。どうするの？また。あとは自分のテクニックのみ。やべ。危な。よし。X 出ろ、X 出ろ。よし、出た。こっち来たー。来たー。やっとだ。うわ、なんだなんだ。まだあるのか。この体力できついぞ、もう。ん？
これで落ちたらシャレならんな。セーブできるか。できない。ちょっと安全な道から行こう。これで落ちたらシャレならん。安全に安全に行こう。って言って罠があったりとかするからな。安全に安全に。うわぁ、これ緊張するわ。安全に行こう、安全に。よし、来た。お、なんか持ってる。怖え。落ちそう、落ちそう。よし。で、これをどうするの？どうするの？どうするの？もう十分。早く終わらせて。口づけか？まさかの。違ったわ。まあ、そうだ。お、実績解除した。動くな。鍵爪を取って。鍵爪、うん、やれっと。エリーン、やれっと。現象の力来るか。エリーン、え、あ、鍵爪落としたのか。間に合ったのか。どうだ、間に合ってくれ。どうなんだ、どうなんだ。エリンはどこだ。まさか落ちたのか。どうなったんだ。バッドエンドじゃないかこれ。ん？あ、これやばい。スロー、早送り、スキップ。ああ、これ死んだのはバッドエンドだろうな、多分。どうなんだ。早送りしよう。はい、まあとりあえずこれ終わったのかな。これでもな、全然気持ちよくないからな。これやっぱり助かるパターンがやらないといけないんだろうけど。レベルデザイン、ああ、もうスキップしよう。クリア、チャプター8クリア。あ、でも14人を切る完了した方がこれいいのかな。続行しよう。さあ、これどうなんだ。収集員のコレクションが更新。おめでとうございます。メインストーリーをクリアしました。シティを自由に探索し、各チャプターや依頼人ジョブをプレイできます。そうなんだ。ということは死んだエンドがあれなのかな。ここからが本当のシーフの多分いいところなんだろうな。やりがいのあるところなんだろうな。はい、というわけで、まあ一応ストーリーモードをクリアしたということで、ここで終わりにしたいと思います。あと、まあ個人的にプレイしていて面白いジョブとかあったら、まあ多分ジョブごとにまた動画を上げると思いますが、一旦ここでストーリーモード終了したので終わりたいと思います。時計台をうろうろするギャレット。でもこの辺が収集品で埋まらないと多分面白くないのかな。うん、まあジョブといえばおっさんがなんかくれたジョブ、なんか宝を奪うジョブを手に入れたから、で収集品を手に入れたから多分そういうジョブをこなしていけばいいと思います。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ではまたシーフでお会いしましょう。はぁ、疲れたな。